とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、コメントで、この岩砕きについてるスキル、宝石が 11% で追加ドロップ。この2つのスキルが、神スキルらしいっていうのを聞いて、急遽ね、この武器作ってみました。まあ本当に宝石がめちゃくちゃ出るのか検証していきます。まあここに行こうかと思うのよね。一番最初の方のサブクエ、爆発物取扱い注意。まあもちろんのこと、宝石のドロップはまずまずないところなんだけども、どうでしょう？行ってみます。はい、では行きましょう。ここは爆弾のところだから、これでいいんじゃない？これで特攻していけば無難に倒していけるでしょう。うん、結構簡単な最初の方のクエストなんでサクッといっちゃいましょう。あ、これほんとダルケルの守りタックルはこうめちゃくちゃ使えるんじゃない。自分はダメージ受けずに向こうだけぶっ飛ばせるんで、とまあダメージ自体はね、大したことないから、ダメなんだけども、まあ全然、いけるね。いい感じ、いい感じ。ここダルケル合ってるかもしんない。と、で、問題は、宝石が本当に出るかどうかだよね。どんぐらい出るんだ？はいはいはい。ちょっと、ログをまだ、見ていってないからわかんないけど、出てるのか？わかんないですね。そう、あ、タックルした方がよかった。いきます。ダルケルの守りタックル。はい、で、ここも、タックル。強いね、やっぱ。こういうところで使うと。はい、終わりです。まあ、サクッと終わったね。まあ、一番最初の方のクエストだから、こんなもんでしょう。なんか出てる気は全くしないんだけど。出た？出てた？わかんない。まあ、見ていきましょう。武器の後のクリア報酬だね。さあ。ルビーと琥珀とダイヤモンド。この三つはここでまず出るもんじゃないけど。え、出てるね。これはお金集めにだいぶ向いてる装備なのかもしれない。まあ、簡単なクエストだとこれだけど、ストーリークエストもちょっと長めのところ行こうか。一番最初のストーリークエスト行こうか。あそこも宝石は出ないと思うけども、どれぐらい出るんでしょう。おお、これはなかなかすごいぞ。夜光石が3と、サファイア2。で、ダイヤモンドが2に、火打ち石33。トパーズに、琥珀3。なかなか稼げるんじゃない？うん、普通にクリアしていくだけで、勝手に宝石たちがザクザク出てくるので、お金稼ぎにはいいと思う。まあ他にもね、効率的なお金稼ぎはあるんだけども、方法の一つとして、ダルケルの石打ちか、あの装備をしていくっていうのも一つの方法だと思います。あ、びっくりだね。ダイヤモンドがポンポン出るっていうのはすごいと思う。はい。ということで、今日はダルケルの武器、岩砕きの隠しスキル、宝石が 11% で追加ドロップするってやつ。あれをね、検証してみましたけども、なかなかいいね。ザクザク出るので、金策に向いてると思います。まあ、これを装備して、さらにバナナ集めに行くと、いいんじゃない？めちゃくちゃ稼げると思うよ。まあ、かなり稼げるので、この方法を覚えておいてください。だいぶ得ですよ。では、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。